ビケルスンのフライングヒルスキーフライングはスキージャンプの一種で、計点170メートル、ヒルサイズ185メートル以上のジャンプ台を使用して行われる競技である。この規模のジャンプ台をフライングヒルと呼称し、またこの台で行われる種目もフライングヒルと呼称される。その歴史は1934年、スタンコ・ブローデクがユーゴスラビアのプラニサに100メートルの飛行を可能にする。 ブロートコバベリカンカジャンプ台を建設したことに始まる。1936年3月15日にオーストリアのヨーゼフ・ブラドルが史上初めて大台を超える101メートルのジャンプを成功させた。1950年代に入ると西ドイツのオーベルストドルフやオーストリアのタウプリッツにも150メートルの飛行が可能なジャンプ台が建設された。1972年に 国際スキー連盟主催のスキーフライング世界選手権が開始され、1979から1980シーズンにスキージャンプワールドカップが始まるとその中の一種目とされた。1994年3月17日にフィンランドのトニニエミネンが史上初めて200メートルを超えるジャンプを成功させた。現在の最長記録は、 オーストリアのステファンクラフトが記録した253.5メートルである。アメリカのネルズ・ネルソンが1925年にレバルストックで73.1メートルを飛んだ。1936年、ブロート・コバベリカンカオートブ・フラン・プライボーセック127メートルの世界記録を飛んだゼップ・バイラー20世紀初頭のスキージャンプはノルウェーの選手が圧倒的に強かった。 この頃ジャンプの飛距離は多くがアメリカ合衆国の整備されたジャンプ台で更新されたが主催者はノルウェーの優秀なジャンパーを招いて競技を開催した。1913年ノルウェー出身のラグナー・オムトベットがアイアンウッドのジャンプ台で史上初めて50メートルを超えた。1931年にはシグムント・ルートがスイスのダボスで80メートルを突破した。 1931年、ユーゴスラビアのエンジニア、スタンコ・ブローデックが108メートルになる巨大なジャンプ台であった。当時の FIS の規定では、ジャンプ台に設定された限界距離を8%超える、飛距離が出ると、スタート位置を下げて、飛距離を抑えることとなっており、1936年2月に、限界距離の最大は80メートルと定められた。 すなわち80プラス80.08イコール86.4メートル以上のジャンプは公認されなかった。1934年3月25日、ブロートコバベリカンカでノルウェーのビルゲルルートが初めて90メートルの大台を超える92メートルを飛んだ。1936年までに全体的に50メートル上方に移動され、経点が120メートルとなった。 限界距離が80メートルより大きいジャンプ台は FIS により使用禁止となったが1936年3月のプラニツァの大会は開催された。ノルウェーの選手は協会からこの大会への参加を止められた。1936年3月15日の大会ではオーストリアの17歳の新鋭ヨーゼフ・ブラドルが史上初めて100メートルの大台を突破する101メートルを 記録した。FIS によって規制された直後に記録されたこのジャンプが今日スキーフライングの始まりと認識されている。この大会に参加できなかったノルウェーのシグムント・ルートは1938年に出版した自助伝でブロートコバ・ベリカンカをここは人間が自らその身を投げ出す最大の奈落のそこであると評している。 ブロートコバベリカンカが建設される数年前の1927年、スイスのエンジニアであるラインハルト氏とラウマンが、スキーフライングの基礎研究に、空気力学計算を取り入れて構築した。1936年になって、風洞実験によって得られた知見を用いて、ブロートコバベリカンカが改修され、ユーゴスラビアスキー連盟のメンバーは、 スキージャンプからスキーフライングを独立させるルールを提案した。この提案を FIS は考慮しなかった。このため彼らはその時点で協会のジャンプ委員会のメンバーだったシュトラウマンにスタンコ・ブローデクトの接触を依頼した。これを受けて FIS はスキーフライングを実験とみなしてシュトラウマンが空気力学に関する研究を推進するための手法として理由付けした。 その結果1938年にブラドルが107.0メートルの新記録を樹立し、国際スキー連盟はプラニツァのフライング台の規制を解除した。しかしそれ以外のジャンプ台については引き続き極限点80メートルの基準が残された。1941年にはドイツのルドルフ・ゲイリングが118メートルに記録を伸ばした。第二次世界大。 戦後数年間ドイツの選手はプラニツァでのスキーフライングをはじめ、ほとんどのスキージャンプの国際大会から締め出されていた。1948年、スイスのフリッツ3年が120.0メートルの大台に到達し、1941年にルドルフ・ゲーリングが記録した118メートルを7年ぶりに更新した。ギリの兄弟ゼップ・バイラーはオーベルストドルフの世界で2番目の スキーフライング台建設に関与した。クロッパーはオープニング戦の前にドイツのスキーフライング台の建設は間隔を覆うことに戻る意図に設定することはできずスキージャンプ競技の政治的状況の論理的な結論だったと語った。オーベルストドルフの町から南に約4トルの地点に1950年2月完成したフライング台は点が1 2 0で FIS が1936年に基準を定めて以降初めて建設された規格外のジャンプ台であった。1950年2月28日から3月6日にかけて第1回国際スキーフライングが開催され、オーストリア、イタリア、スウェーデン、スイス、ドイツの5カ国から選手が参加した。選手は1週間のうちに最低6本の飛行を行い、 内ベスト5本の平均飛距離で順位が争われた。初日の2月28日に、オーストリアのビリガンチュニックが124メートルの新記録3月2日には、ゼップ・バイラーが127メートルで新記録3月3日には、ついに130メートルの大台を突破する。 スイスのアンドレアス・デシャーが130メートル、ゼップ・バイラーが133メートル、スウェーデンのダン・ネッツェルが135メートルを記録した。この大会の優勝者は、平均飛距離127.2メートルのゼップ・バイラー、だった。翌1951年の同大会では、フィンランドの19歳、タウノル・イロが139.0メートルを記録した。記録の急激な伸びは明らかに、 スキーフライングの進歩を示していた。第1回スキーフライング週間には延べ17万人の監修が訪れ、その後の数年間は毎年10万人の観客を集めた。FIS のジャンプ委員長、シグムントルートは1951年のスキーフライング週間で述べている。スキーフライングはまだ感覚を少し強調しすぎる感がある。さらにその弟ビルゲルルートは、 フライングはスキーの不具体点の敵として非難した。一般人のスキージャンプに対する興味が低下し、フライングはスポーツの興味より賭博的な興味が増すだろうと述べた。1950年代初頭での議論のもう一つのポイントはスキージャンプとスキーフライングを区別するかどうかという問題だった。とりわけ1950年代に現役で プラニツァとオーベルストドルフの両方でジャンプをしたヨーゼフ・ブラドルはこれを否定した。彼は1952年に出版した時点で次のように述べている。ブラドルやその他の現役選手と対照的にラインハルトシュトラウマンはスキーフライングに空気力学が及ぼす役割のみに注目した。彼は将来的に選手が事前に設定した地点を狙って正確に飛ぶ。 ターゲットジャンプの導入を提案した。また、彼は飛行スラロームについて可能性を検討した。これは、選手は空中で蛇行して飛ばなければならないものである。クルムスキーフライングシャンツェは1950年にオープンしその母数度回収された。最近の回収は2004年。東ドイツのマンフレート・ボルフは1969年にプラニッサで世界新記録を飛んだ。 1951から1952シーズンから FIS はスキーフライングを監督下に置くことを決定した。1950年に完成したタウプリッツのクルム大ジャンプ台が1952年に拡張されてフライング台となった。FIS はプラニツァ、オーベルストドルフと合わせた3カ所のフライング台持ち回りで年1回 FIS 国際スキーフライング週間を開催する。 こととした。したがって1953年の国際スキーフライング週間はクルムで開催、プラニツァでは次年度の開催となった。オーストリアとユーゴスラビアでの試合は財政的にも競技としても失敗だった。ドイツのニュースシュピーケルは乱立する巨大なスポーツイベントの一つになった、この三ジャンプ台のイベントにおいて新しいレコードの達成は事実上不可能であることを指摘した。 1955年にオーベルストドルフで開催されたスキーフライング週間では飛距離に制限が設けられた。経点距離の108%を飛距離の上限に定め、また飛距離だけでなく、初めて飛べ型点が導入され、総得点で順位を決定することとした。これらの決定は飛べ型審判の主観が入るとして、観客に不評であったが、スキーフライング週間は、 FIS の次シーズンのプログラムにも加えられた。FIS は1957年のスキーフライング週間が大成功だったと述べた。この時期最も成功したジャンパーは東ドイツのヘルムート・レクナゲルで1957年から1962年のスキーフライング週間で5度の優勝、2度最長不倒を記録した。しかし1951年のタウノルイロの記録を 上回ることはなかった。1961年、ユーゴスラビアのジアススリバーが141メートルを飛んで10年ぶりに世界記録を更新した。1962年クルムでの FIS、スキーフライング週間の際には14カ国から当局関係者、コーチ、FIS 審判員が参集した。ルブラナの会議では、オーベルストドルフヒルの建築家ハイニクロッパーの 提案で1962年10月27日にスキーフライングの国際協会が設立された。新設された国際スキークラブプラニツァ KOP はスキーフライングに関する権利の保有と FIS スキーフライング選手権の主催権を得た。この計画はスキーフライング世界選手権の実現まで1 0年を要した。この遅延は主に 北欧諸国の拒絶反応に起因した。FIS の技術委員会の代表者は、スキープログラムの拡大に取り組み続けた。1965から1966シーズンに、長年スキーフライングに対して否定的であった。北欧で、初めてのフライング台が、オスターデリーンのスキークラブとの誘致合戦に勝ったビケルスンのスキーセンター内に完成した。 1966年のオープニングゲームで、ビョルン・ビルコラが145メートルの新記録を樹立、続けて146メートルまで記録を伸ばした。ノルウェー人による記録更新は1935年に、ライダル・アンデシエンが99メートルを記録したとき、以来31年振りのことであった。1967年に、オーベルストドルフで、ラーシュ・グリニが150メートルの大台に到達。 同年、ビケルスンで、ラインホルトバ・ハラーが154メートルを記録した。1969年、プラニツァに、ブラドとヤネスのコリシェク兄弟の設計による、さらに巨大なジャンプ台、レタウニツァ・ブラトウ・コリシェクが、完成。1969年3月21日に、ビルコラとイジーラシカが156メートルを飛ぶと、翌日には、ビルコラが160メートル、 ラシカが164メートル、3月23日にはマンフレート・オルフが165メートルを記録した。ヤネス・ゴリシェクは新記録ラッシュの最中1970年に質問に答えて次のように述べている。良好な条件下で経験豊富なジャンパーは200メートルの飛行ができるだろう。このゴロースロでは200メートルジャンプが可能な台が計画されたが構想に止まった。 カッパーピークフライングシャンツェは1970年にオープンし1995年にクローズされた。マッチニッカ年は1980年代に活躍した。ヨーロッパ以外でも1969年にアメリカ・ミシガン州アイアンウッドに K イコール145メートルのカッパーピークジャンプ台が建設され、1970年3月に北米最初のスキーフライング大会が行われた。 ただしこのフライング台はヨーロッパのフライング台より規模が小さく世界記録の更新合戦に加わることはなかった。スキージャンプワールドカップは1981年に一度だけ行われ、1994年限りで FIS の公認が切れてしまった。1971年にオパティアで開催された FIS 総会にて、1972年にプラニサで 1> 第1回スキーフライング世界選手権を開催することが決定された。1972年3月23日から26日に行われた第1回スキーフライング世界選手権は、強風の影響で1日のみの本戦となり、スイスのバルター・シュタイナーが優勝2位、ハインツボ・オジピボ、3位、イジーラシカとなった。その長距離ジャンプから、 超人とニックネームされた21歳のシュタイナーにとっては直前の札幌オリンピック90メートル級銀メダルに続く輝かしい成績となった。翌1973年に179メートル、1974年に177メートルという驚異的なジャンプをしたが、いずれも転倒し、世界記録にはカウントされていない。シュタイナーはスキーフライングは 不条理の記念碑として、新記録を求めるだけの競技の集結を求め、自身の経験から、飛行曲線からの落下は、潜在的に死の危険があると述べた。スキーフライングの安全性は1970年代の主要なテーマとなった。1976年、オーベルストドルフでのスキーフライング週間では、オーストリアの17歳、アントンインナウアーが初日に174メートル、 二日目に176メートルと二日続けて世界記録を更新した。最初の世界記録挑戦について、インナウアーは1992年に出版した自助伝で述べている。記録を作るには完璧なジャンプが必要だった。その後、スイスの物理学者ベノニッヒがこのジャンプを分析し、インナウアーは途中で諦めなければ222メートルジャンプ。 できたことを計算で導き出した。もっともこの時代ではそれだけ飛ぶと反対の斜面まで行ってしまうだろう。インナウアーは1972年と1977年の二度世界選手権を制したスイスのシュタイナーと並び1970年代最高のフライング選手であった。1979年にスキーフライング世界選手権を制した。 アルミン・コグラーは1981年にオーベルストドルフで180メートルを飛んで5年ぶりに世界記録を更新。全体的に見て世界の指導者の間ではスキージャンプとスキーフライングの間に大きな違いはないと見られていた。シュタイナーは1972年札幌オリンピック90メートル級銀メダリストインナウアーとコグラーは共に ノルディックスキー世界選手権の70メートル級で金メダルを獲得している。1979から1980シーズン、チェコスロバキアのハラホーフにチェルチャークスキーフライングシャンツェがオープン、同じシーズンからスキージャンプワールドカップも始まった。ワールドカップでもスキーフライングが行われたが、当初は同じ日程で別にスキージャンプの試合も実施されており、最初のシーズンはスイスで、 スキージャンプ、ビッケルスンで、フライングのワールドカップが行われた。フライングでは、地元のペール・ベルゲルードが勝利した。同日ほどで、スキージャンプとスキーフライングを実施する方式はよく、シーズンまでで終了し、1981から1982、シーズンからは、スキーフライング単独でワールドカップにスケジュール、されるようになり、これとは別に年に一度スキーフライング世界選手権が、 開催されている。1983年チェルチャークスキーフライングシャンツェで行われたスキーフライング世界選手権で地元のパベルプロッツが181メートルの世界新記録を樹立した。1980年代にスキーフライングで最も活躍したのはフィンランドのマッチ日課年であった。 日課年は1985年の世界選手権で優勝したほかワールドカップで6勝、また通算4回世界記録を更新した。1985年のスキーフライング世界選手権で日課年はタワットをした。マッチプーリコーチは日課年が危険なところまで飛びすぎないように相手風の条件が悪い時にスタートさせた。 それにもかかわらず180メートルを超えるジャンプを連発19、191メートルの世界新をマークするなど2位に50ポイントの大差をつけ優勝した。翌1986年のスキーフライング世界選手権では地元のアンドレアス・フェルダーが日課年の記録に並んだ。この直後 FIS は飛びすぎを防止するためとして191メートルを 飛距離の上限としこれ以上の飛距離は認定しないこととした。この措置に効果がないことはすぐに証明された。1987年、プラニツァのワールドカップで即弱員は、ピオトルフィアスの大ジャンプを194メートルと発表し、観客と記録を共有したが、記録は非公認となった。後にアントニー・インナウアーとマッチニックカネンは、それぞれの自伝で FIS のこの措置は、 不合理、無意味と断じた。このルールは1994年、スキーフライング世界選手権などの一部のレースの順位に影響を与えた。178メートルと182メートルを飛んだ、エスペン、ブレーデーセンが2位。160メートルと199メートルを飛んだが上限ルールにより191メートルとして扱われたロベルトチェコンが3位となった。表彰式の時間半後。 事実は、チェコンガニーだとして、お互いのメダルを交換した。ダニエライラシコは2003年に、クルムで女性初の200メートルジャンプを記録した。上限ルール下の1994年、スキーフライング世界選手権では、実際には公式練習で200メートルを超えるジャンプが、続出していた。3月17日の公式練習1日目、マルティン・ヘルバルトが196メートルで、 従来の記録を2メートル更新すると、チームメイトのアンドレアス・ゴルトベルガーが202メートルを飛んだがこれは転倒で、ノーカウント、フィンランドのトニニエミネンが203メートルのジャンプを成功させた。ゴルトベルガーは2本目に202メートルを飛んだ。翌三月十八日は、クリストフ・ドフ,フナーが二百七メートルを飛んだが、転倒して負傷、エスペン、ブレデセンがメートルを成功させ、 ヤロスラフサからも200メートルを飛んだ。しかしこれらの記録は191メートルルールにより非公認となった。この上限ルールは1995年に撤廃された。2000年代に入るとスキーフライングは FIS のプログラム内でますます重要となり、2000から2001シーズンはワールドカップ個人戦21試合中5試合がフライングヒルであった。 2004年のスキーフライング世界選手権から団体戦が採用され、ノルウェーチームが優勝した。飛距離の記録は伸び続け、2000年に、ノルウェーのトーマスヘイルが220メートルを超え224.5メートル。2003年に、フィンランドのマッティ・ハウ・タマキが230メートルを超える231メートル。2005年3月20日には、ビヨーン・アイガール・ローモーレンが239メートルを、 記録した。同じ日に、ヤンネアホネンは240メートル地点に到達したが、その時期は着地に不安を抱えていた上に、そのまま行けば平らなところまで行ってしまいそうな高い場所から無理やり降りたため転倒してしまい、記録とはならなかった。2011年、ビケルスンのフライングヒルが K、K イコール195メートル、HS イコール225メートルに改築され、 地元ノルウェーのヨハン・レメンエウェンセンが2月11日の予選ラウンドで246.5メートルを飛んだ。しかしこの記録は FIS としては公認しないこととした。2月12日の本戦ではグレゴア・シュリー・レンツワーが243.5メートルを記録している。2015年にプラニツァのフライングヒルが K イコール200メートル、HS イコール225メートルに 改築、2016年に、バートミッテンドルフ、2017年に、オーベルストドルフも、それぞれ K イコール200メートル、HS イコール225メートルに改築されたため、ハラホフ以外のスキーフライングの競技場は、すべて K イコール200メートル、HS イコール225メートルとなっている。1997年、オーストリアのエヴァガンスターは、 クルムで女性初のスキーフライングを行い167メートルの女性世界記録を樹立した。ガンスターはそれまで112メートルの世界記録を保持しており、ギネスワールドレコーズに掲載された。6年後の2003年1月29日、クルムでのスキージャンプワールドカップのテストジャンプでダニエライラシコが200メートルを記録して、ガンスターの記録を更新した。これは当時、 岡部隆信が持っていたジャンプ大記録にあと5メートルと迫るものであった。イラシコのジャンプに関しては、ドイツナショナルチームのラインハルトヘスヘッドコーチが、彼女のチャレンジは尊重するが、オーストリアチームは便乗して話題作りをするべきではないと述べた。イラシコ自身は、このジャンプは女性が男性と同様にジャンプできることを示したものだと述べた。現在はスキーフライングで、 女子選手は最高でもフォージャンパーでしか飛ぶことができず、女子スキーフライング自体は存在しない。イラシコの記録は、当分破られないだろう。2010年2月に、ノルウェーのノルディック複合選手、マグヌス・モーアンは、ノルウェー国営放送の番組で、ノルディック複合にフライングを採用して 20km 走と組み合わせてはどうか、オーベルストドルフやクルムで開催できるだろうと語った。 スキーフライングでの200メートル級ジャンプはノーマルヒルの2倍約8秒間のフライトになる。長時間の飛行中に空気力学がフライトに及ぼす役割はスキージャンプより大きく飛距離に影響を及ぼす。そのため1950年代から1960年代にかけてはスキージャンプに先んじてスキーフライング上で初めて多くのスタイルの変化が発生した。 スポーツジャーナリストのブルーノ・モラビッツは最大の野外実験室としてオーベルストドルフのスキーフライングシャンツェを説明した。例えば1950年のスキーフライング週間でスイスのアンドレアス・デシャーはラインハート・シュトラウマンによって提唱されたフィッシュスタイルでジャンプしてみせた。これはそれまで飛行中は前方に突き出していた両腕を体側にぴったりつけるスタイルで デシャースタイルとも呼ばれた。空気抵抗を減らし、より大きな浮力を得ることができ、1950年代後半には、ジャンプ選手は皆このスタイルを取り入れた。1960年代に飛距離が伸びて、世界記録が続々と更新されると設計者は、飛行曲線をより平坦にするために艦艇を、数メートル後方に移動するようになった。オーベルスとドルフのフライングシャンツェを設計した。 ハイニクロッパーは1967年に空気力学的に低い飛行曲線はより安全に長距離のジャンプを可能にすると述べた。転倒のリスクが減少したことにより FIS は120メートルの制限距離をなくした。また、飛距離が伸びるにつれて着地時の速度も増加し、1969年にプラニツァで測定されたデータでは助走路140メートル、同型車38度で、 踏切時時速 114km、着地時時速 145.8km に達した。現在では、踏切の速度は100時速 105km、着地時の速度は140時速 150km と、当時とあまり変わらないが1980年代後半から取り入れられた V 字スタイルにより、飛距離はさらに伸びた。スキーフライングでテストされたフィッシュスタイルは、 数年後にスキージャンプへも適用されてきたが、今日、フライングとスキージャンプの間に技術的な相違点があるわけではない。現在は、ロベルト・クラニエッツやマルティン・コッホがスキーフライングのスペシャリストと考えられている。時速100キロメートル前後の高速で空中に飛び出し、8秒から10秒間飛行するスキーフライングは選手に多大な心理的圧力を課す。 インスブルック大学の研究では飛行中のジャンパーは神経系を酷使して視覚刺激の洪水を処理していることが分かった。これはスキージャンプ選手の脳内ではアドレナリン型量に分泌されてイカ状態に達し最終的に重圧をそれ以上増やさない状態を作り出すことを意味する。慢性的なストレスに誘導される不安からの保護メカニズムは肉体的に排尿の増加や 強調制約などをもたらす。強調制約を回避するには、精神的、肉体的に極限状態となるスキーフライングを集中してトレーニングすることである。これにより、最終的に自動的に極限状態を処理するシナプスが形成される。しかし問題は、スキーフライングのシャンツェを整備するにはコストがかかるため、十分にトレーニングする機会が得られないことである。したがって、 選手は、わずかのトレーニング機会で、風の状況やジャンプ台の癖を見抜かなければならない。小さなミスが重大な事故を起こす、危険性があり、長期的にトラウマを引き起こすこともある。例として1983年、当時19歳の東ドイツのイエンス・バイス・フロクが、ハラコフで突風に煽られて、大転倒し、怪我を負い、翌、シーズン大きなジャンプ台では、パニック症状に苦しんだ。 トラウマの克服には、登山が役立った。2000年代初めにドイツナショナルチームのヘッドコーチに、就任したラインハルト・ヘスは選手に、極限状態を体感させるため激しいサッカーの練習に続けて、カートレースを体験させた。また、日本人でも、飛行曲線の高い原田正彦は成功ジャンプでも、途中でジャンプを止めて、手前で降りることもあったほか、 強風の中で行われた1998年のビケルスンでの大会では1本目3位ながら2本目を棄権している。一方で着地斜面を舐めるジャンプが持ち味の岡部隆信や船木和義はフライングヒルを苦にしていなかった。2010年に改修されたビケルスンの新フライング台、コケラ落としを前に世界記録保持者の美容のアイナールローモーレンが スキージャンプとスキーフライングの違いについて語った。スキーフライングはリスク自体大きいがコンディションをベストに調整すればベストのジャンプができる。ビケルスンではプラニッツァより良いジャンプが期待できる。また、かつてのスキーフライングチャンピオンリータートーマはスキーフライングの感覚は愛情と自動車事故を免れた時の感覚を混ぜ合わせたようなものだと語った。 FIS の国際スキー競技規則では、スキーフライングは独立した段落で規定され、スキージャンプとの差異のみが示されている。大部分は共通のルールとなっている。競技場、失格のルール、採点方法いずれも同一で違いはない。主な相違点は、第454項でスキーフライング大会として次のように規定されている。また、 スキーフライングワールドカップでは本戦出場者を40人とし、シーズン最終戦においては総合ランキングの上位30人とする。ありがとうございます。